しみだな。ウェーイ、お待たせ。はじめまして、本日ロックスター福田さんのインタビューを担当させていただきます、ロックオブジャパンの森下と申します。おー、森下くんね、よろしく。あれ、君どっかで。よろしくお願いいたします。おー、よろしく。福田さんのニューアルバム最高でした。おマジで、Thank you。 もう全曲心に響いてくるというか、福田さんの生き様が溢れ出てましたね。おー、いいねいいね、森下くんいいよ。モーリー、モーリー、ああ、君はモーリーだ。福田、モーリーのこと気に入ったぞ。ありがとうございます。オッケー、今日のインタビューは NG なし。何聞いてくれてもいいぜ。いいんですか。ああ、モーリー、早速インタビュー始めようぜ。はい、よろしくお願いします。ああ、よし、じゃあ最初の質問なんですけど。何聞いてもいいぞ。メロディーかい、歌詞かい、それともサウンドかい。先月、不倫二股疑惑が報じられましたけど、本当のところはどうなんですか。森、はい、いや、森下君、はい、福田はニューアルバムのインタビューってことでここに来たんだ。NG なしっておっしゃいましたよね。まあまあまあ、そう言うには言ったんだけど。実は僕あの報道嘘だと思ってまして。森、実際は二股どころじゃないですよね。森、僕さらに言うと、福田さんはほぼ日替わりで不倫してるって情報を得たんですよ。だから本当の森下君、森下君、森下君、 NG なしって言ったのは音楽の話ならっていう意味だよ。あ、そうなんですか。そうだよ。すいません。それにさ、あの報道以来家に報道陣がいっぱい来て困ってんだよ。中にはさ、福田の実家まで行くやつがいてさ、ぶち殺してやろうと思ったよ。ああ、そういう話続けるんだったら福田はこのインタビュー。ああ、これは大変失礼いたしました。それでは今回のニューアルバムね、一番こだわったところを教えてください。モーリー、そういうことだよ。ありがとうございます。そうだな、こだわったというか、まあ今回一番来てるのはそうだな、ピアノだな。ピアノですか。新しいピアニストを入れてさ、アレンジしてもらったら、それがハマっちゃってさ、使っちゃったよ。なるほど。あれ、ピアニストって確か不倫報道の森下くん。あ、すいません、つい。あ、じゃあ、あの曲作りにおいて一番こだわったところを教えてください。モーリー、そういうことだよ、モーリー。そうだな、一番こだわったのはやっぱり感情かな。感情ですか。福田はさ、こう自分の体験してきたことを感情に乗せて歌にするんだ。なるほど。ということは、アルバムの3曲目、15日の彼女というのは、あれ、いいラブソングだろ。先月の15日に一緒にホテルから出てきたこちらの女性のこと。あと7曲目の100万回のアイラブユー、それを伝えたのはこちらの外国人。なんで写真があんの。10曲目のカーニバルロック、それはこのお祭りの時の女性。うわー、何この写真。っていうか、何この取材力。君本当に音楽雑誌の人。あ、実は僕先日まで芸能部いたんですよ。もしかしてずっと福田さん追ってました。ああ、どっかで見たことあると思ったら。その説はご両親にお世話になりまして。実家行ったのお前かい。この写真なんかもいただいちゃって。うちの親から。あ、はい、なんか奥様から福田さんの不倫を相談されてて探偵雇ったみたいですよ。なんてこった。このご時世不倫はダメですよ。 That's right。 あと、アルバムの最後の曲だけ誰のことを歌ってるのかわかんないんですよね。実家アタック with クレイジーパパラッチ。お前じゃ。どうもありがとうございました。